いただきます。いただきます。奥さん、なんかね、サブチャーも作ったんだけど、あのサブチャンネル、あ、うん、なんかもう300人くらいあの登録してくれて、いやサブチャーは俺も、道の駅天栄でちょっと休憩しております。ここでね車中泊しても良いんですけど、今日はもうちょっと頑張って栃木県まで行って、栃木県の道の駅那須塩原で車中泊したいと思います。ちょっとね雨が降ってるんですけど、気をつけて向かいたいと思います。はい、白川市にね入りました。ここから今日の宿泊地の道の駅那須高原友愛の森さんまでは50分くらいみたいなので、安全運転で行きたいと思います。
おっしゃいったない商店で販売したら売れそうですね。儲けは半々ということでいかがでしょう。まあ、とにかく、ね、おつまみはちょっと後の楽しみにしといて、ソースカツといただきます。ごちそうさまでした。
ソースカツをね食べようって、僕はちょっとゆっくり飲もうかなって思ってるんですけど、猪苗代で響きの D ちゃんにちょっとおつまみセット作ってなんてお願いしたんですけど、それがですね、はい、こんな感じでね、たくさんおつまみセット作ってもらいました。ありがとうございます。ですね、これからこれなんだ、これも調味料かな、これからこのおつまみ食べながらちょっとお酒を楽しみたいと思います。あ、これはねケチャップとマヨネーズですね。いやいや美味しそう。いやこれですね、さっきのソースカツ丼もそうだったんですけど、もうちょっとかなりサービスしてもらってますね。友人パワーということで、ね、おつまみセット 2,3 品でなんか適当にお願いって言ったんですけど、いやもうたくさん 2,3 品以上ね、タコさんみんな、これ私の動画を見てくれてる彼ならではのチョイスだと思います。概要欄にタコさんウインナーの動画貼っておくんでよしかたチェックしてください。そしてね、大好きな鶏のね、これ唐揚げでございます。いいですね。次でこれもね、これもね、響きって必ず私オーダーするんですけど、美味しいんですよ、イカのこれ。そしてね、あとおお、すげえ、私の大好物、ね、鴨のね、これあれですね、大好きなスモークっていうかローストっていうか、はい、それと煮卵、これちょっとこれね、思いっきり私頼んでた予算以上の品数とボリュームですね。Dちゃん、Aちゃん、本当にありがとうございます。これはね、本当に、いやー、俺はもう T シャツを思いっきり普通に売っちゃったんですけどまたね、ちょっといろいろステッカー等でお返ししたいと思います。ありがとうございます。いや美味しそうだな、食べよう食べよう、いただきます。お子さんウインナーいただきます。タコハチさんいただきます。うまいね。進む、ね、これ何イカだろう、スルメイカかな、ね、めっちゃくちゃねこれ肉厚で美味しいんですよ。いただきます。でしょうっていうか、あ、値段言っちゃダメなんだいや本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、やっぱ友人同士気が合いますね。私も彼も大好き鴨肉でございます。うまいわ。ああ、男梅さはなくなっちゃった。
最後のね、本日最後のお酒です。巨結のねレモンです。やっぱね、あてがうまいとね、お酒がスイスイ進んじゃいますね。スイスイ、おおおおおお、スイスイ、よいしょ。さあ行きましょう行きましょう。これね、もうプロが作った、プロが作った煮卵ですよ。ううう、美味しそう。やっぱね、さすが親友、友人の粒を心得てますね。いい感じの半熟でございます。おいしい。鳥のなんていう箇所なんですかね、チューリップって言うんでしたっけ、まあ、もう足的なとこなんでしょうね。私の大好きな部位です。はい、いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。